一般財団法人栃木メディカルセンター代表理事理事長の森田達夫さんに新年を迎えての抱負を伺います明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれではまず栃木メディカルセンターについてご紹介いたします一般財団法人栃木メディカルセンターは平成25年に運営形態の異なる3つの病院 栃木県厚生連下妻総合病院。下妻郡市医師会病院。楊気会栃ノ木病院が統合し、設立された法人です。急性期病院下妻。回復慢性期病院栃ノ木。総合保健医療支援センターからなり。 若い人からお年寄りまで安心して暮らせる医療介護を提供していますさて森田代表理事理事長にとって2022年、昨年はどんな年でしたかはい、昨年は新型コロナウイルス感染症の対応に終始した1年でした昨年初めの第6波に始まり第7波、そして第8波が発生しましたが当センターでは 多くのの新型コロナウイルス感染症の診断や治療に当たりました一方当センターは新型コロナウイルス感染症に対する診療ばかりではなく高血圧糖尿病そしてがんなどに対する通常診療も同時に行わなければいけませんが通常診療に対する機能も低下させることなく遂行することができました。これは 全職員が医療人として栃木市の健康を守るという使命感責任感のもと新型コロナウイルス感染症に立ち向かってくれたおかげで地域ののの中核医療機関とととしてて責務を果たたすす。ことができたものと思っておりますそして6月旧執行部の任期満了に伴い私が代表理事理事長に就任し新たな執行体制を構築しました。 まず「原点回帰」というスローガンを掲げ設立時に策定されました法人の歩むべき道である基本構想を再確認し軌道修正しつつこれからの新たた。なスタートとしましま現在受診される患者数や利用者数は徐々にではありますがコロナ前のレベルに向かって回復傾向にあります。 それでは新年2023年の抱負を聞かせていただけますかはい。先ほどもお話ししましたが理事長就任時に原点回帰というスローガンを掲げました今年はそのスローガンの下栃木メディカルセンターが本来あるべき姿に軌道修正しながら法人の理念達成に向けて前進させたいと考えておりますそのためには 優先度の高い課題に同時並行で取り組む必要があります具体的な取り組むべき課題には人材育成、効率的な診療体制、デジタルトランスフォーメーション働き方改革、節電を含む省エネ対策新型コロナウイルス感染症対策などがありますこれらの取り組みを着実に実施し都知事メディカルセンターを前進させ 全職員一丸となりこの難局を乗り越えたいと考えております森田代表理事理事長の座右の銘などありましたらぜひ教えてくださいはい、えー、私の座右の銘はここにあります真摯という言葉ですこの言葉は真面目で熱心なこと嘘偽りなくひたむきなことという意味ですが若い頃基礎研究を始めましたときに私の研究の指導者が とても真摯な姿勢で研究に取り組んでいただくことに感銘を受けましてそれ以来意識した言葉です医師には研究だけではなく当然患者さんを診療する臨床や教育という仕事もありますこれらすべての面において真摯な姿勢での取り組みを忘れずに心がけていますので真摯という言葉が私にとっての座右の銘になっています ではおおししままいいいに視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします、はい、栃木メディカルセンターは今年年創立10周年を迎えますこれまで法人の運営理念である「心の通う優れた医療を提供し地域から信頼され愛されるメディカルセンターを目指します」という言葉を職員一人一人がしっかりと胸に刻み地域の医療介護の拠点として着実な歩みを進めてきました。 今後も地域における医療・介護に貢献するセンターであり続けるために真摯な姿勢で全力を尽くす所存でございます。皆様ののごご理解ご支援のほどよろししくお願い申し上げます 一般財団法人栃木メディカルセンター代表理事理事長の森田達夫さんに新年を迎えての抱負を伺ってまいりました。